時遡ること114年、かつて産業革命があった頃に生まれた歩く乗り物トロットビークル。今トロットビークルをめぐって人と時代と機械が織りなす新たなストーリーが繰り広げられる。ポンコツロマン大活劇バンピートロット。プレイスタイルは自由。そう、立てますか。海岸に打ち上げられ記憶喪失になった主人公の行く末はまさにプレイヤーのスタイルに委ねられる。個性豊かな仲間たちが結成するトロット楽団。そこではさまざまな楽器の演奏も楽しみの一つに。よろしく。僕はマジョラム。ストーリーを追うも自由。嫌だよ、僕は一人で行くよ。ストーリーに抗うも自由。プレイヤーの選択によってストーリーは全く違った展開に。できれば変わってほしいんだけど。街には時が流れ人々の生活がまさに営まれている。その生活の中に身を委ねるのも自由。ちょっとした街角でふとした瞬間に訪れる新たな出会い、新たな発見。トロットビークルは多種多様。農耕用、戦闘用、警察用、消防用、水上用など様々なベースとパーツが組み合わされて時の流れの中で活躍していた。トロットビークルのカスタマイズ、パーツの組み合わせはもちろん、カラーリングやオリジナルプレートの作成まで可能性は無限に広がる。戦闘ではパーツの選定が命運を分ける。プレイヤーの数だけプレイスタイルがある。ポンコツロマン大活劇バンピートロット。